2024年、4月30日、朝の8時13分。ですね、朝の7時台にですね、車のドア、バターンと大きく閉める音を、響かせて、こちらに対して、嫌がらせを行いに来た者が、あれも整骨院に、ああ、車はもう、あ、まだあるかな。神戸581の、K87-19。それと別にもう一台、あの右の方にあったと思うんですけどね。まあどちらの車なのかは分かりませんけども。あとそれと営業時間が朝の9時からなのに、こんな時間に集まってくる必要が全くない。